おはようございます。5月10日速稼塾の久保です。今日も FX の相場解説を始めていこうかと思いますけども、現在ね、5月10日の朝6時なんですけども、高値圏に行くと安値圏に向かう、安値圏に行くと高値圏に向かう、これね1週間2週間前からお話してるんですけども、まだ意識にありますかね。この辺すごく大事なんですよね。で、時間軸によって今高値圏にいるのか安値圏にいるのか、これ変わってくるってことも、これも大事な概念です。そして安値圏を更新するということはどういうことなのか、高値圏を更新するというのはどういうことなのか、この辺もしっかりと押さえていきたいと思いますね。それではね、これから週足の方から見ていきますんで、ご覧いただければと思います。こちらです、どうぞ。じゃあ週足に入りました。高値圏安値圏をまず引いてみますね。高値圏っていうのはだいたいこういうあたりにあると思います。安値圏っていうのはだいたいこういうところですよね。まあ、ですんで高値圏に入った途端下に下がる、これ高値圏に入った下に下がるっていう流れがここにあります。じゃあ安値圏に入ったらどうなるかっていうと、安値圏に入ると上に行きましたね。安値圏に入ると上に行きました。安値圏に入ると上に行きました、というふうにある程度未来の予測もできていくんですよね。ただこの通りにいかないんで、ロスカットラインは必ず設けていきましょうってことなんですよ。で、今これ1週間足見てますけども、1週間単位で見てもこうなんですよ。ですんで、先週ですかね、先月の話ですか、先月の話なんですけども、これ1本が1週間なんで、高値圏に入った時にこれから売りに向かうよっていう話をしましたけども、まんまとね下の方に向かってるじゃないですか。こういうふうに向かって一旦は上がったんだけど、また下の方に向かっているということですよね。だこれ非常に大事な考え方ですから押さえておきましょう。じゃあデイリーの方に行くと一体どういうふうになっているのかってことです。安値圏高値圏、これ意識できますかね。当然ですけども、高値圏というのはこういうところにありますし、安値圏はこういうところにあります。ですのでこれからの指標を見るに、これからはセルに向かう可能性が強いんじゃないかなってことで、私はここにヘッド&ショルダーっていうのを引いてみたわけですよね。高値圏でのヘッド&ショルダー、今ちょっと形がね、なんとなくできてきましたね。途中ヘッド&ショルダーの呪縛から逃れないのかなと思ったんですけども、ここに来てもう一回ヘッド&ショルダーを見てもいいかなっていうふうな気になりました。で、右肩下がりなんですけども、ちょっとねこれは垂直に置いてもいいかなってことです。そうなるとブレイクポイントっていうのはここに合わせてこの辺りに作ることになりますよね。ここを超えたらヘッド&ショルダー完成で、大きく下に伸びていくって形が見えると思います。そうならなかった場合っていうのは、ここを跳ね上がって、今度はここをネックライン、ここをネックラインにして111円の方向に向かっていくんじゃないかなっていう2つの仮説が成り立つんですよね。で、それぞれ注意するべきブレイクポイントも今分かりましたよね。じゃあ今度は4時間見てみますよ。さあ4時間になりました。上から下がってきたのが安値圏、跳ねて上の方に行くと、上の方に行ったら今度安値圏なんで下に行くよっていうふうに言って、先週終わったと思いますけども、まんまとこの大きな陰線出ましたよね。で、これが今後もブレイクして下の方に向かうっていうことを取りやすいんですよ。それだけ頭に入れておきましょう。ここからね、上に跳ね上がるってことはあんまり考えられないということでございます。上に跳ね上がるとしたらここなんですよ。ここに達した時ですよね。そうしたら今度上に上がるかもしれません。1時間見ますよ。最終的な1時間ですけども、どうですか。レンジからブレイクして下の方に行ってますよね。ですから今週の展望は、このレンジがどこまで行くか分かりませんけども、結局は売りに向かうためのレンジなんではないかなっていうふうに考えているってことです。はい、ということでね、今週は売り目線で入ってみようかと思います。週足を見ても1日足を見ても、売りの方向に行くのはまあまあ、強い可能性として感じ取れるところだと思います。素直にそれに従ってみようかと思いますよね。それでは今日エントリーポイントが来るかどうか分かりませんけども、今回の横ばいがどこまで続くのか、これをきちんとしたブレイクポイントを設定しながら見つけてみようかと思います。それではいってらっしゃい。